トンコバッコークツ、第17クツで、ポールペリオによって発見された、ユイマ行を断換。理面は、トバンさん広志シデユイマ行は、大乗仏教経典の一つ。別名、不可思議下脱行。サンスクリット原点と、チベット語訳、三種の漢訳が残存する。漢訳は七種あったと伝わるが、試験訳ユイマ詰め、クマラ重訳。 ゆいまつめ書説教、現状約節目商業のみ残存する。一般に用いられるのは、熊ま重役である。日本でも、仏教伝来間もない頃から広く親しまれ、聖徳太子の三教義書の一つ、ゆいま教議書をはじめ、今日まで、多数の注釈書が表されている。ゆいま行は、初期大乗仏典で、 前編義曲的な構成の展開で旧来の仏教の固定性を批判し在家者の立場から大乗仏教の軸たる空思想を高用する。内容は中ンドバイシャーリーの長者、ビマラキールティにまつわる物語である。ユイマが病気になったので、釈迦が、シャリホツ、モクレンカショウなどの弟子たちや、ミロク菩薩などの菩薩にも見舞いを命じた。しかし、皆以前に、 ユイマにやり込められているため、誰も理由を述べていこうとしない。そこで、文字菩薩が見舞いに行き、ユイマと対等に問答を行い、最後に、ユイマは、究極の境地を沈黙によって示した。ユイマ行は明らかに、般若経天群の流れを引いているが、大きく違う点もある。インドにおいては、二世紀頃には、ナーガルジュマが、 他の思想家に先駆けて、結マ行の研究を行った。太地ドロンや、中論において、彼は、結マ行の引用をたびたび行い、自説の補強を図っている。また、仏教学者の石田水馬路によれば、4世紀頃から5世紀頃に、活躍したユガ派のバスバンドゥは、浄土教について説いた、浄土論に登場する日を、結マ行から引いていたようである。さらに、 7世紀には、チャンドラキルティが、中論尺で、シャーンティデーバが、大上州菩薩学論において、この経典を引いている。同時期に、インドに赴いた現状によると、ユイマは、現地の人々に実在しされており、バイシャーリー氏には彼に由来するとされる史跡が、残っていたとしている。ユイマ行は、インドを越えて、中央アジア、中国へと広まった。 中央アジアにおいては、高単語や即ド語に翻訳された。また、罰工屈などに見られるような結末編や結末像が制作されるなど、民衆にも受容されていたようである。中国における書役は、五漢の肝心出家者であった玄仏町による小結末目教である。しかし、こちらは、早い段階で散逸したらしく、後代への影響も明らかではない。その後、 三国時代には、江南で活動した主権が、ゆいまずめ教二巻を、精神では、都来像の軸宿蘭と、軸保護が、それぞれ、ゆいまずめ教三巻と、ゆいまずめ諸説訪問教一巻を表した。軸宿蘭、軸保護らの訳は現存しないが、当時流行していた聖壇と、相まって、閣議仏教の成立に大きく寄与したと考えられる。中国、そして、 朝鮮と日本に徹底的な影響を残したのが、午後16国時代の僧侶、熊羅獣による、漢役、イマ行である。同時代のギタミトラや、東大の現状によるより、正確なわけ、節目商業は用いられることは、ほぼなく、もっぱら、熊羅獣の訳によってイマ行の研究が行われた。特に、 ク熊羅獣の弟子であったアトシンの僧侶、僧はじめが完成させた中国における最初の注釈書、中ユイマズ教は最も基本的な注釈と考えられ、現代におけるユイマ行研究においても重要視されている。ユイマ行の内容として特徴的なのは富士訪問と言われるものである。富士訪問とは互いに相反する二つのものが、実は、 別々に存在するものではない、ということを説いている。例を挙げると、生と滅、赤と清し、善と不善、罪と福、うろと無ろ、世間と出世間、我と無が、生死と涅槃煩悩と菩提などは、皆相反する概念であるが、それらは、もともと二つに分かれたものではなく、一つのものであるという。例えば、 生死と涅槃を分けたとしても、もし生死の本性を見れば、そこに迷いも束縛も悟りもなく、生じることもなければ滅することもない。したがって、これを、富士の訪問に入るという。これは、ゆ馬が同席していた菩薩たちにどうすれば富士訪問に入ることができるのか説明を促し、これらを菩薩たちが一つずつ、富士の訪問に入ることを説明すると、文樹菩薩が、 すべてのことについて、言葉もなく、説明もなく、指示もなく、意識することもなく、すべての相互の問答を離れ越えている。これを富士訪問に入るとなすと言い,い、我々は自分の見解を説明したので、今度は、ゆいまの見解を解くように促したが、ゆいまは、目前として語らなかった。文樹はこれを見て、なるほど文字も言葉もない、これぞ真に。 富士訪問に入ると散々した。この場面は、ゆいまの一目、雷のごとしとして有名で、壁元録の第84足、ゆいま富士の前の公案にまでなっている。ありがとうございます。